皆さんこんにちは、稲葉です。今回は俺らが今までいろいろやってきた中で変な出来事なんか中にいっぱい人いるとさ、なんかやらかしちゃうことってあるじゃん。これやっぱりね、待って、俺が豆乳やんのダメな気がする。自覚はあるもんだって、俺らが、今までいろいろやってきた中で大変なこともいろいろあるんだけど、動画で喋れないようなのは置いといて、まだ笑い話で済むような出来事を暴露する暴露するんだって。タイトルがね、なんだっけ、ギリギリ笑える謎実験集タイトルの通りギリギリ笑えそうなやつだけ、お三メンツで喋ろうかなと思います。じゃあ始めよっか。俺今でもすごいあれ強烈だったなって思うのは、ユキカのてるてる坊主、いつ頃だったっけ、20歳とかそれくらいの頃なんだけど、ユキカっていうね、今生ハゲの体調してる子、昔はただの不思議な子っていう感じで、大学生で一人暮らししてた時に、千代子が天気が悪いと調子が悪くて、それでユキカがてるてる坊主を作るんだけど、てるてる坊主を何個だろう、多分10個とかそれ以上とかすごいいっぱい作ってて、で全部をさ、なんか紐で首のところ縛って一つなぎに作ってて、でそれを窓のところにかけてたんだよね。顔とかも描いてて子供人格らしいのかなって思ってたんだけど、梅雨になって雨がいっぱい降る時期になったら、そのてるてる坊主の頭が一個ずつちぎられていってて、あのてるてる坊主の歌なんかよく覚えてないけどさ、あの晴れなかったら首をちょん切るっていうのあるじゃん。雨が降るたんびに吊るされて、てるてる坊主の頭が一個ずつなくなっていく。千代子とかが何にも言わないからいいのかなって思ってたけど、俺あれ結構怖かったかな。大丈夫、笑えるこれ普通に怖い話。こんにちは、ちーさんです。ギリギリ笑える、ちーさんがお話しするのは、さっきゆかのお話をしてごしたイニです。イニはね、
今までにいろいろとね、笑えるのから笑えないのまでいろいろやらかしてこらえとるんだけど、地元でこう、外で歩いとると、たまに知らない人に声をかけられるのですよ。これは DID の人あるあるなのかもしれないんですが、だいたい、いっくんとか、いっちって声かけられるのですよ。で、うちの中の人で、その名前がいから始まるの人といえば、いいに。で、大概、年上っぽいお姉さんとか、たまに男の人もなんだけど、いっくんって声かけられて、で、ちいさんが「親」と思って「え？」って言うと「あ、もしかして違う人？」って言われるのですね。で、ちょっと僕がビビリなもんで、わたわた「え、あの」ってなっとると、「あ、ごめんね、違う人だね」って言って、そのまま去っていきなるんですよ。誰なのかがわからない人から「いんにかな」って声かけられて、「いんにじゃない」って言って去っていかれる感じなのだけども で、ただ不思議なのが、多分「いんに」の知り合いの方かなと思って、いにに、ひょうこげな人に、こんな感じの人に、多分いにとま、いにかなって声かけられたよって言うと、いにが誰だろうってわかんないって言うんですね。これはいにではないのか、それともいにがあまりにもいろんな人と 仲良しになりすぎて、因にすら把握していないのか、どっちなんだろうと、未だに不思議なのだけど、因には、なんかそう、その謎の人付き合い、未だに僕とかあっくんとかにも、よくわからないな、なんか人付き合いがある。え、ないことはないでしょ。あっても良いのだけど、あっても良いのだけど、因にすら把握しとらんとは、どういうことだろうかという謎がずっとある。特に問題がなければ良いけども、ちょっとこうドキッとするけんね。以上、ちいさんからは、イニの不思議な人付き合いのお話でした。い、こんにちは、アキトです。やばい企画が始まりましたね。謎事件、謎事件、本当ね、山ほどあるからね。俺からは、しずですね。しずくの、笑える話を お届けしようと思います。3年前かな。俺ら、障害者作業所っていうもんに通ったんですよ。1年間だけね。で、大概ね、俺か、しずが、行って作業してたんですが、作業内容的には木工加工というか、そういうことをする作業所だったんだけど、週1回だけなんか勉強の日みたいなのがあって、それぞれ自分のやりたいお勉強をやるっていう日があったんですね。で、もう俺らは作業所の職員さんとか、あと他の利用者さんと一緒に、こう国語じゃないけど、ちょっとした文章を読んで、知らない言葉を調べたりとか、
感想を書くみたいなのをやったり、あと漢字の書き取り練習みたいなのをやったりとかしてたんですけど、その勉強会の日にしずが行ってたんですね。でなんかたまたまその時の読むテキストがなんか将来像についてみたいな内容だったんですよ。で職員さんとかとこう話してる中で、職員さんがしずに、しずくくんは将来これからやりたいこととかなりたいものとかあるっていう質問をされたらしいんですね。でそれにしずが何て答えたかっていうと、くーちゃんの犬になりたいって答えたらしくて職員さんびっくりだよね。まあ、くーちゃんがまず誰か分かんないけど、たまたま人じゃん犬になりたいどういうことっていう。しず的には十和田グループのサブリーダー、くーちゃんがいつも連れてる犬のようにこうかっこよくなりたいみたいな、そういう感じで答えたっぽいんだけど、他の職員さんとか利用者さんは犬になりたいみたいな、めっちゃビビったらしいっていうのを翌日俺は聞きました。職員さんもね、優しいというか、その将来なりたいものがこう誰か人とか職業である必要は別にないからねっつって言ってくれたみたいで、犬もありだよっつって言ってくれたみたいで、まあ、大変ありがてえなって思ったんだけど、まあびっくりするよね。こんにちは、ハイネです。うちは来てからまだ3年とかだから、そんなに他の人のやばい話ってあんまりなくって、っていうか思いついた中ではうち自分がやらかしたっていうかうちがやばかったの一番に思いついちゃったから、うちの自分の話です。うちが来てまだそんなに経ってない頃なんだけど、うちが表出ててまだ実家だったから部屋にいたんだけど、玄関でなんか「おい」って声がして、で「あ誰が来た」と思って玄関行ったら知らないおじさんがいて、でなんか誰だろうと思って、なんだろうと思って入って行ったら、なんかいきなりお金を渡されて、これお小遣いって言って、なんか荷物取りに来たんだけどなんかまだ届いてないみたいだから、とりあえずこれ小遣いやるって言われて、そのおじさんにどういうことだろうってなるじゃん。え、このおじさんマジで誰だろうと思ってめっちゃテンパったんだけど、一瞬なんかやばい人なのかなって思って、あ、大丈夫ですって感じで断ろうとしたんだけど、もうなんか渡してさっさと出てっちゃって、なんかお金渡されたけどこれもうどうしたらいいんだろうみたいな、なんかそういう詐欺なのか、なんか無理やりお金渡して後でなんか何倍とかで請求されるとか、そういう詐欺なのかなとかってめっちゃ怖かったんだけど、後でその千代子さんとか秋人さんに、さっき知らないおじさんがっていう話をしたら、それ父ちゃんだよって秋人さんに言われてマジかってなったうちお父さんの記憶だけないっていうか、そのお母さんとか他の兄弟とかは分かるんだけど、お父さんだけ覚えてないから、一応写真とかは見て顔は分かってるつもりだったんだけど、でもその昔の写真とかだとだいぶその髪とか違ったから分かんなくて。ガチでなんかやばい詐欺の人とかかなって思ったっていう。めっちゃ怖かったからね。
もう自分のやばかった話でした。で、これ、稲葉さんが戻るの？うん。ただいま。大丈夫だよね。ギリギリ笑える。そんなにやばいのもね、多分誰も出さないと思うから。どうだろう。そんなあったっけ？ちょっとわかんない。どうだったか。そう、いつもさ、後になってから聞くじゃん。だから誰だろうってわかんない。はい、じゃあそんなわけで、ギリギリ笑える謎事件集でした。お疲れ様でした。